おはようございます。私から2点あります。まず1点目ですが、本日夜からですね、23日火曜日まで APEC 貿易大臣会合および RCEP 閣僚会合に出席をするため、ベトナムの、ハノイに出張してまいります。APEC 貿易大臣会合は今後のアジア太平洋地域の自由貿易のあり方をめぐって貿易担当閣僚レベルで率直に意見を交わす今年初めての場となるわけでございます。 RCEP 閣僚会合では市場アクセスとともにですね、ルールを含めたバランスの取れた質の高い協定の実現を目指して閣僚レベルで対処交渉から議論をしてまいりたいというふうに思います。2点目ですが、先週東京電力および原売支援機構から申請をされました新進総合特別事業計画について昨日主務大臣として認定を行いました。この事業計画はですね、先週の東電委員会でもご議論をいただきまして、昨年末の東電改革提言に沿ったものとしてご評価をいただきました。私としてもですね、東電自らが今後の改革にコミットをした新生東電の行動宣言として評価をして認定することといたしました。東京電力は今般認定した計画に基づいて改革を必ず着実にやり遂げ、福島への責任を確実に果たしていってもらいたいというふうに考えております。私からは以上です。幹事社テレビ朝日から一問お願いします。はい、今お話しました APEC があるということですけど、はい、APEC 貿易大臣会合についてなんですが、はい、USTR のライトアイザー代表も参加されます。はい、まずその売買談をする予定が今あるのかということと、はい、前回の会見で世耕大臣ライトアイザーさんと日米ウィンの経済関係を一層深めていきたいというふうに話されてましたけれども、はい、日本側から具体的な提案が あるのでしょうか。はい、ライトハイザー USTR 代表も含めですね、今売買談については最終的な調整中でありますからまだ決まっておりませんが、まあ、できれば初顔合わせという形でお会いできればというふうには、期待をしております。まあ、会談の内容はこれは会ってみないと分かりませんが、まあ、初顔合わせでもありますから、できるだけ向こうのご意見を伺いたいというふうに思いますし、またこれは安倍総理とトランプ大統領の間の首脳会談、あるいは麻生副総理とペンス副大統領の間の経済対話で、合意をされているですね、まあ、日米で、高いレベルの貿易投資ルールを、作っていく、まあ、その線に沿ってですね、有意義な議論ができればというふうに考えております。各社いかがでしょうか。いかがでしょうか。よろしいでしょうか。はい、ありがとうございました。はい、の太田です。17日に高浜原発4号機が再稼働になりました。で、一度は出た司法の判断が覆って、また動き出すという形になりましたけど、この間の経緯どうご覧になりますか。司法の判断についてはですね、これは行政としてコメントは控えさせていただきたいと思います。関西電力においてはですね、安全第一で、しっかりと取り組んでほしいというふうに思います。こんなのは電気料金の値下げも検討されているみたいですね。それについてはどうですか。これはもともと値上げの申請を行うときにですね、再稼働等でコストが下がることが、はっきりしたらすぐ値下げをするという条件付きで認可をしておりますので、当然、まあ、それに沿った対応を関西電力側でされるというふうに思っています。終わります。